皆さん、こんにちは。昭和や平成から活躍している俳優の中には、意外にも私生活をオープンにせず、謎に包まれた方が多くいます。特に恋愛事情については、詳しく調べていかないと知られていないことはたくさんあります。名優、三國連太郎さんの息子で、日本を代表する俳優となった佐藤浩市さん。若い頃はイケメン俳優として名を馳せ、現在はダンディで色気のある俳優として有名になりました。この年になっても主演映画を制作されるなど、未だ勢いの衰えがない俳優の一人でもあります。そんな佐藤浩市さんはバツイチであるということをどのくらいの人がご存知なのでしょうか。一度目の離婚後、舞台女優だった広田綾子さんと再婚しました。そこで今回は佐藤浩市さん恋愛事情を中心に奥様との馴れ初めなどを調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まず、佐藤浩市さんと現在の奥様である広田綾子さんの馴れ初めから結婚までを調べてみました。佐藤浩市さんと広田綾子さんは、佐藤浩市さんと古くからの友人だった広田レオナさんの紹介で知り合ったとのことです。広田レオナさんといえば、ご自身も数ある恋愛を現在進行形でなさっている方としても有名です。実は、広田綾子さんは広田レオナさんのいとこだったということです。しかし最初の出会いでは何もなく終わってしまいました。その様子を見ていた広田レオナさんがしびれを切らしたのか、その後広田レオナさんと佐藤浩市さんが共演した際、広田綾子さんを誘って3人で食事をしたことをきっかけに親交が深まっていきました。2人の交際が世間に知れ渡った際、広田レオナさんはこう述べています。私が合わせなくてもきっとどこかで会っていたと思う。だってそのくらいぴったりの2人なんです、と自信を持って話していました。古くからの友人である佐藤浩市さんと、いとこの広田綾子さんの両方をよく知っている広田レオナさんなので、2人はぴったり、という言葉に納得ではないでしょうか。そして、順調に交際は続き、1993年に結婚を発表しました。結婚発表当時、広田綾子さんはパナソニックグループの舞台の主演が決まっていたり、花王の CM に出演したりするなど、注目の若手女優として活躍していたのですが、佐藤浩市さんの希望で、結婚を機になんと女優を引退し、専業主婦となりました。その潔さに世間は驚いたものです。ハイカラビデオ。佐藤浩市さんはバツイチと最初に紹介しました。お子さんは前妻との間に一人、現在の奥さんである広田綾子さんとの間に一人、計二人います。前妻との間にできたお子さんは男子で1985年9月生まれということで、2024年4月時点で38歳になります。離婚したのは1989年なので、長男が3歳くらいの頃だったと思われます。離婚後の親権は前妻が持つことになり、現在は千葉県在住という情報がありますが、離婚以降、佐藤浩市さんが息子さんに会いに行くことはなかったようです。そのため、離婚後は一度も息子さんと会っていないのではないかと言われています。佐藤浩市さんは息子さんをとても可愛がっていたということなのですが、離婚原因が女優、手塚さとみさんとの不倫が原因だったため、会いに行くことははばかられたのでしょう。可愛がっていただけに寂しい気持ちが強かったと思いますが、自業自得だと諦めたのかもしれません。そもそも佐藤浩市さんのお父さんである三國連太郎さんも数々の女性関係にまつわる話が残っている方なので、息子さんも差もあり、なんといったところでしょう。その後、広田綾子さんと再婚し、1996年8月16日に長男寛一郎さんが誕生しました。現在寛一郎さんは27歳で佐藤浩市さんと同じ俳優の道を進んでいます。寛一郎さんは佐藤浩市さんの影響なのか、18歳頃から俳優になりたいという夢を持っていたそうで、2017年に俳優デビューを果たしました。デビュー後、昔の佐藤浩市さんを彷彿させるような数々の受賞歴があります。2019年には木村拓哉さんの主演ドラマ「グランメゾン東京」に出演し、あの俳優は誰？と話題になりました。寛一郎さんが幼い頃は、佐藤浩市さんは俳優として大忙しで、
接する時間が少なかったことから佐藤浩市さんのことをお父さんだと認識していなかったと述べています。当時について寛一郎さんは、親子視点で彼を父親だと捉え始めたのは二十歳を過ぎてからですね。僕が幼い頃は忙しい人で、とにかく10代の頃は仲が悪かったです、と話しています。しかし寛一郎さんが俳優を目指すようになったのはやはり佐藤浩市さんの影響で、父親の仕事にはどこか憧れや格好良さを感じていたとも述べています。最初は役者をするつもりはなかったですが、人生を考え直した時に役者をやりたいって感じたんですよね、と反抗期が終わった頃から佐藤浩市さんとの仲が深まったと話していました。しかし、いくら憧れでも素質や才能がなければうまくいかないのが芸能界の仕事であり役者です。寛一郎さんには佐藤浩市さんの DNA がしっかり受け継がれているということなのでしょう。そして俳優業に進む上で佐藤を名乗っていないことにも並々ならぬ覚悟が見て取れます。二世俳優はどうしても親と比べられ、親の七光だと言われ、ブッキングだって親のコネだと言われかねないのが残念なところ事実です。あえて佐藤をつけない名前で勝負するということは、うばらの道に自分を置く、裏を返せば他の俳優と同じスタートラインに立つということなので、ここからも意気込みが伝わってきます。ハイカラビデオ。前述の通り、佐藤浩市さんは1度目の結婚生活は不倫でバツイチになっていますが、広田彩子さんとの結婚後は離婚の噂は浮上していません。その理由にはどのようなことが考えられるのでしょうか。実は佐藤浩市さんは認知症の母親を自宅で介護していたのですが、その母親とは30年間絶縁状態でした。父親の三國連太郎さんと結婚した母親は、三國連太郎さんの不倫が原因で離婚し、佐藤浩市さんと二人で暮らすようになりました。しかし母親に交際相手ができたことをきっかけに、佐藤浩市さんは家を出てそれ以降絶縁状態になっていたのです。なんとも親の身勝手によって佐藤浩市さん自身も辛い経験をされていました。しかしそんな母親が2008年7月に脳梗塞で倒れ、後遺症から認知症になってしまいます。そんな母親の状態を知った佐藤浩市さんは当時広田彩子さんと再婚していたのですが、相談の上母親を引き取って面倒を見ることにしたとのことです。引き取ると言っても介護のメインは広田彩子さんになったのですが、食事はもちろん入浴から排泄まで全部広田彩子さんが担っていたそうです。親の介護が原因で家庭内に不和が生じるケースが多い中、広田彩子さんも寛一郎さんも母親が同居することや介護をすることに一切文句を言わなかったとのことです。その後母親は亡くなったのですが、本当に素晴らしい奥様を持ったと佐藤浩市さんも思っていると思われます。そういったこともあり、奥様のことを佐藤浩市さんは大切に思っていらっしゃるのでしょう。ここに離婚する要因など微塵も感じません。いかがだったでしょうか。今回は佐藤浩市さんの生活を中心に深掘りしてきました。広田彩子さんは佐藤浩市さんの母親の介護でとても大変な思いをしていたことと思います。しかし2015年の映画完成披露試写会で佐藤浩市さんに向けた手紙には、浩市さんよりも1日でも長く生きることを約束しますと書かれてあったそうです。佐藤浩市さんが出演した映画の内容が妻が先に行ってしまうというものだったため、このように書き記したのでしょう。その手紙に涙していた佐藤浩市さんの姿から見ても、とても奥様に感謝していることがわかります。そして双方の愛情が感じられるワンシーンでした。広田レオナさんの冒頭述べていた指摘は、まさに目に見える形で実証されたように思われます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。